はい、来ました、来ました、バイバイ、よいしょ。なんかね、2人揃ってるのも珍しいですね。嬉しい、ね、なんか最近はコスト削減のために肩こって呼ばれてる。黙れ黙れ、結構黙れ黙れ、聞いたんですけど、今日一応今年最後だから、はい、まあね、ちょっと奮発するかって賑やかにいくかみたいな、達成感を感じるって言われてますからね。そうですよ、でしょ、結構ね、結構久しぶりの感じがいいよね。そうです、いや今日2人呼んだということは、はい、まあ、それぐらい盛り上がってほしいというね。そうですね、制作側の意思が感じられますから。確かに今日は2人の手腕で、あー、これでね、これでね、確かに、さっき10分ぐらい前について何言ってた。そうなんですよ、いやいや、今日ギリギリだったんですよ。それ別にいつも通りのブンブンクオリティだから。でも今日はいつも以上に焦ってたらしいですからね、はい、やべえなと思って、動けます、多分間に合う、間に合う。なんなら遅刻した方が美味しかったですね。遅刻してネタにするぐらいがね。行っていきましょうって言いますね。はい、ということでよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとお願いします。自己紹介しますか、はい、一応ね、行きましょう。じゃあしーちゃんから自己紹介お願いします。はい、3代目ゲーマーゼンジェルの青木しきです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、3代目ゲーマーゼンジェルの生地ひろです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ブンブンありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ファミツの林です。お願いします。はい、さあというわけで今日はですね、年末最後のファミ通 TKG なんですけれども、はい、プレイステーションプラス、まあ、皆さん PS4 とかね、ビータ持ってる方はご存知 の、はい、あのサービスですけれども、プレイステーションプラスにフィーチャーしていろいろとお得な情報をなんかお届けしていきたい的な趣旨でやっていきたいと思います。なるほど、はい、はい、何の音？雑音が。ね。はい。唐突に謎の音が。何ですかこれ？びっくりした。しかもちょっとなんか後ろ映ってるの嫌だ。はい。なんだ。なんだ、びっくりした。おまわりさん。何だよこれ。ありがとうございます。ファンキーの方めっちゃ見られてる、嫌だ。なんだ君たちは。なんて格好してるんだ。普通じゃない。恥ずかしくないのか。なんて格好してるんだ。恥ずかしくないのか。ちなみに今は西暦で言うと何年、何年ですか。もう2015年も終わろうというかというところですけどね。2015年12月30日ですよ。はい、2015というと2015年、はい、2015年そこに書いてあります。ごきげんようが終了する前の年か。よく知ってるね。そうだよ。よし、間に合った。何それを見に来たの。何言ってんの。私は2706年の未来から旧人類に未来のテクノロジーを伝えにやってきた、はい、ナトゥーと言います。やべえ、知らないんだ。知らない人だった。知らない人だった。ナトゥーさんのことばっかり。知らない人だったわ。ナトゥーと言います。絶対でもナッツのとこで家計終わってるでしょ。続かないでしょあの後。終わってる、終わってる。いるわけがないでしょ。ナトゥーまでナッツという言葉はわからない。頭が痛い。頭が痛い。なんかめんどくせえ感じだった。何ですか今日は。してないからナッツじゃないって。はい、ナトゥーです。何ですか。前ナトゥーさん何ですか。ナトゥーさん何しに来たんですか今日。ちなみにプレイステーションプラスというのはこの2015年にもあるシステムです。あります。あるよ、はい。今日はそれを紹介しようかなと思ってるんですけど。実は私がやってきた2706年の未来では、はい、もうプレイステーションプラスがもう爆発的に普及して、はい、日本人全員が加入しているんです。すごい、すごいですね。なんかマイナンバー的なやつですか、うん、それはもう一人の例外もなく、例外もなく全日本人が、全日本人がもうそういう法案が可決したんだ、はい、法案なんだ。もう法律的に国民がすべからく入りました。なんでその辺のこの未来の夢のシステムを、はい、ぜひ旧人類の皆様にもお裾分け的に、はい、旧人類ってすごい言われる、お伝えいたしましょうということで今日やってきました。どうやってきたの2706年から。それ聞きたいですね、うん、どうやってここにたどり着いたのか知りたい。未来地下鉄できました。つながってんのか。地下鉄ってことは、あれ未来銀座線ですか。夏さんは未来銀座線、まあ、現代の地下鉄と決定的に違うのは、はい、もうパスモとか全部体内に埋め込まれてます。オーナッツじゃんって言われてる。オーナッツじゃんって。ナトゥーです。
体内に埋め込まれてるの？インプラント的な。僕はこっちにパスモ、こっちにスイカを埋め込む。一緒だろパスモもスイカも。なんかもう機能が改札でもこうやれば通れますから。やだ。今の改札じゃないから。ルール退化してじゃん。囚人類のその不便なシステムはちょっと僕はもう耐えられない。パンから出してピッてしたいよ。なのでそのプレイステーションプラスについて、ぜひここで僕がこうお伝えして。爆発的に普及しないことには、はい、未来が歴史が変わってしまうんですよ。ドラゴンボール的なこと言ってますよ。セル的な感じなの。タイムパラドックス的な。ここで爆発的に盛り上げていかないと2706年が危ないの。もうあのいろいろ変わってきちゃいますね。なるほど。オリンピックの開催地とか、はい、もしかして変わっちゃうかもしれない。あの佐世保とかになってしまうんです。いいじゃん佐世保。いいじゃん。いいじゃん盛り上げようよ佐世保。こっちの方がいい。ちなみに視聴者の皆さんは、はい、あの今現在プレイステーションプラスに加入されていらっしゃるんですか？それは真面目に聞きたいですよね。今プレイステーションプラスに入ってる方はちょっと逆にその挙手4とか3とか、はい、まだの人は結構いるんでね。あ本当だまだだ。3年入ってる長いの。これ夏生さん的にこれどんな感じですか？これでもあの2706年に比べると、もう全然足りないです。全員が入ってるんでしょ。全員ですから。それは足りないとかじゃないよね。そうだよ普及させに来たんでしょ。そうです。だからもうここでちょっと本当に説明を、フランソワさん、はい、なんで名前知ってるのすごい。フランソワさんにぜひともあの旧人類の言葉で、名前じゃない僕ちょっとあの未来言語でこう説明がおぼつかないところがあるんで、うん、っていうか神馬だろお前。せめてナッツ、ナッツに無視したせめてナッツにしといて。神馬さんって言うんだ。神馬でもナッツでもなくて、ナトゥーです。あナトゥーさんだっけ、はい、ナトゥーさん PS4 は持ってるんですか？そこだよ。PS4 はあの、僕らの時代になるともう体内に埋め込まれた。どこのどこに入ってるの？逆にまだ4なのかってとこ気になるけど。PS いくつだったの？PS4 はもうあの完成されたシステムなんで、ずっと4です。あ、ずっと4なんだ。すごい。どこに入ってるの？4埋め込まれて、あのもうデフォルテで僕はデフォルテ？じゃあ PS4 何やったの最近ゲーム？あの2706年の時もね。2706。まあいいよいいよ。何でロックスミス2706。なるほどね。ロックスミスすげえな。息が長いね。そうそう。やばい。ギターももう全部内蔵されてますから。どうしてんだよ。もう限界やろってこれ。逃げたって。はい、じゃあ進めますかそろそろ。そろそろあの説明に行っていただいて全然大丈夫です。はい、そりゃそうだよ。ウィーレー2706。ここに書いてるよほら。今日はこの私がって。そうそう。私が。皆さんにこう紹介していきます。わかりました。ナトゥーさんが今日 PS プラスのサービスを隅々まで紹介をして、やったー。わかりました。お願いします。ぜひよろしくお願いします。じゃあ早速ですけれども、まあこれ見てる方はね、大体あの PS プラスに加入済みの方も多いと思うんですけれども、はい、とはいえまだ PS プラスよくわかんないなっていう方もいると思うので、その辺をちょっとね。あの説明をナツさんにしてもらっていこうかなと思うんですけども。わかりました。はいはいはい、はいはい、どう進めますか。ナツさん訂正しなくなったね。ナトゥーですって言われた。ナトゥーです。ごめんなさい。ガバガバだな。本当だよ。ナトゥーさんとりあえず、はい、あのフランソワさんからご説明いただいて構わないですよ。なんで自分でしないですか。ナトゥーさんちょっと現在と2706年でシステムの若干の違いがあるかもしれないので、はい、そこはその都度僕の方で訂正していきます。そっかそっか。この段階でも結構押してますからね。これわかりました。じゃあ基本僕が説明させていただきつつ、はい、夏生さんがいろいろとフォローしてくれる的な。足りない部分は補足。わかりました。なるほど。未来的な部分を補足して。未来的なこと気になるわ。じゃあこれから2015年バージョンの PS プラスのサービスをね、そうですね、説明すればいいと。お願いします。ありました。了解しました。じゃあちょっと説明していきたいと思います。はい。じゃあ、PC 画面ください、はい、お願いします。ですね、あのプレイステーションプラスはあの一応ベーシックなところを説明すると、月額500円ちょっと1ヶ月、うん、であと3ヶ月もしくは12ヶ月で加入できるサービスなんですけれども、はい、今カンペが出そうですね。正確な値段が出ますかね。これはもしかして514円、うん、税込み1ヶ月間ですね。はい、でやったすごい安い、いいぞ。めちゃ安い。あ、ちなみに物価どうだったんですか2706年の。もうめちゃくちゃ高騰してますけど、はい、このプレイステーションプラスのお値段は、はい、
据え置きです。2700円プレイステーションプラス。物価はめちゃめちゃ上がってるけど、プレイステーションプラスは510円のまま。リーズナブル。ついて言う人といけない人の微妙なラインで言ってない。大丈夫です。いやいや、よかった。安心しました。そこは変わらないと。変わらないです。変わらないということで、すみません、もう一回 PC 画面ください。お願いします。どんなあの PS プラスサービスが受けられるかと言いますと、まず、一番大きいのはオンラインのマルチプレイですよね。これブンブンとかね、はい、あの普段からお世話になってますけれども、ね、PS プラスに加入してないと基本的にはオンラインのマルチプレイは、PS4 のゲームはできないというふうになってますので、はい、まあ、でもこれどうしてもそのオンラインマルチとかってあのサーバーの維持費だったりとか運営費がかかるので、やっぱりこういった、あの月額のお金がないとなかなか運営ができないという事情があってのサービスなんですけれども、それであのオンラインのマルチプレイとかみんなつつがなく滞りなくできているという状況があります、はいはい、それから、セーブデータ違うな、フリープレイか、上からいくと、フリープレイはそのままですね、毎月いろんなあのゲームのフリープレイがあって、ただじゃないや、あの500円払ってれば、500円以上払ってれば、毎月いろんなフリープレイのサービスが受けられると、ゲームが遊べるというサービスです。で僕ちょっと言いたいんですけど、はい、オンラインをやりたくて入ってる人結構多いんですよ PS4 って、うんうんうん、ただオンライン入ってるけど、うん、フリープレイやらないっていう人結構多くて、うんうんうん、でフリープレイって毎月変わるじゃないですか。変わる変わる。今月のフリープレイ知らないっていう人結構いるんですけど、いますよね。僕もフリープレイで結構ダウンロードしたんですけど、はい、まあ、純粋に考えて500円以上の価値のあるゲームはたくさんあるので、はい、あ、その500円以上ある価値のゲームはたくさんあるので、はい、ちょっとお勧めしたいです、ね、そうですよね。先月のロケットリーグだったりとか、ね、すごくこう面白いオンラインのゲームとかが配信されてたりとか、後で紹介しますけれども、今月リンボみたいな名作だったりとか ね、はい、あのいろんなゲームがフリープレイ出てて、あと一回その PS プラスのサービスから外れちゃって退会しても、あの、まあ、ダウンロードのリストに入れてるゲームは後々復活した時にもまた遊べるようになってるので、うん、ありがたい。そう、結構ね、あの便利なんですよ。すごい。そうですね。だからあの現在で加入してダウンロードしたタイトルを、ご先祖様がダウンロードしたタイトルを僕が未来で遊ぶことも可能っていう、すごい夢のシステム。2706年でも遊べる、遊ぶことが今できてる、できてます。ダウンロードしておけば現に遊べてます。すごい、やばい、すごいな、さすがだね。さすが、さすがプレイステーションプラス。ダウンロードしないと損ですね。あ、その新馬家じゃない、ナトゥー家の歴代のいろんな人たちが遊んできたセーブデータも残ってる的な。全部残ってます。すごいな。全部残ってねえよ。なるほど。一つも欠けることなく残ってます。絶対嘘だもんな。はい、はい、まあ、わかりました、まあね、そんなサービスもあったりとか、あとはディスカウントはそのままですよね、はい、あの何十パーセントオフ的なサービスがあったりとか、それから上先行配信、あのこれから先に出るゲームがいち早く遊べるサービス、それから体験版、ゲームトライアル体験版が遊べるサービスとかね、はい、そういったあのいろんなサービスがあって、セーブデータのお預かりは結構便利に使ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、これは助かりますね。助かりますよね、はい、PS4 とビータ、それから僕らはゲームメディアだからちょっと特殊ですけれども、はい、うちで PS4 遊んでそのデータをあのクラウドでセーブして会社に行ってそのデータを落としてまた続きをやるみたいな、そういったことができたりして、ゲームメディア的にはとても役に立っているサービスだったりもしています。結構ね、データ量も限られてるんで、あの保存しておける、そうですよね、結構だからとりあえず消しておいてそのクラウドの方に保存しておいてまた後で遊ぶみたいなこともできますので、はいはい、セーブデータに関して言えば、ね、結構ね本当便利なんです、うん、あとそのゲームだけじゃなくてそのスペシャルっていうところだとそのライブだったりとか、はい、そういうゲーム以外のコンテンツ、映画とかドラマとかね、はい、あのそういったものも、あとカスタムテーマ PS4 の、はい、壁紙的なものとかもダウンロードできたりするので、うん、結構こう、そうなんですよ、月額その入ってるだけで、相当便利なサービスになってる。そうですね、いうのが PS プラス、便利ですよね。便利となってます。これ大体2015年こんな感じなんですけれども、2706年になるともっといろいろとあったりするんですか。あ、新規の機械ですね。セーブデータとかはやっぱ2015年ならではのシステムで、2706年になるともうみんなあの体内に直接なんでどこなのからねえけど、どこに取り込んであるの。基本的にはあのパスモにこうチャージする形でこう。チャージ？なりますね。不便じゃねえかよ、どっちかっていうと。逆にちょっと嫌なんだけど。体内やばいって。うん、体内に入れときゃ。本当には全部体内に。内臓システムになってます、ね。もう何でも体
未来だな。わかりました。今完璧でもう夏さ限界ですかっていう感じ。そうですね。まだいけますよね。まだ大丈夫。どうかな。未来ですげーって。未来ですげーって。未来地下鉄の時刻表もちょっとあるんで。待って大丈夫だ。まだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫だ。未来地下鉄動いてる。706のこと聞きたいもん。未来地下鉄意外と終電早いんですよね。未来なのに。意外と早くなくなっちゃうんですよ。24時間じゃないのか。24時間やってるよ。やってるよね。10時半ぐらいになくなっちゃう。早いな。もうないんじゃないの。まだあるか。そっかそっか。そうなんだ。田舎すぎでしょ普通に。そろそろ終電です。そろそろあれかな。未来地下鉄が。そこ時計？終電。え時計あるの？ほら今パッと行こう時計が見えないじゃん。ない。見えない。でもこれは通信システム。内蔵システムですから。見えてるの。Wi-Fi 的な。ちょっとなんか目もなんかすごいんですよ。Bluetooth 的な感じで。2706年なのにこの仕草がなんかちょっと古いですね。やっぱね。うん。必要なのかねこれね。なのでそろそろ僕はじゃあ。はい。あの未来に帰りますが、わかりました。最後にあの、え待って、はい、これで帰るの？何それ？分かんないんだよ。帰るの？これであのもう未来はちゃんと正しい歴史で動きますから。本当に？本当ですか？夏さんあんまり喋ってないけど大丈夫ですか？まだ10分ぐらいしか経ってないです。もう何しに来たのマジでこれ？僕が来なかったら、うん、あの未来の都庁の形とかちょっと変わって、本当？若干丸、ね、丸みを帯びてしまったんで、うん。そうなんだ。そうです。何しに来たのって、ね、本当最後にあの一個だけ警告、旧人類に警告をして帰りたいと思います。怖い未来人っぽい。 何それ、ね、教えてください、はい。2016年1月6日22時から生町内会を放送します。ナッキさんじゃん。ぜひ年明け皆さんでご覧ください。ひどい。ナッキさんじゃん。もうじゃ あの地下鉄間に合わないんで。はい。ナッキさんじゃん。君たちなんてなんて格好してるんだ。帽子取れた。なんて格好してるんだ。ちゃんと顔閉めててくださいよ。よいお年を。その服乳首浮いてますからね。さっきからずっと。しかも乳首の方がめっちゃ背中出てましたよ。なんかめくれてましたよ。ただの新馬じゃねえか。よいお年をって。ただの新馬でしたね。あいつ絶対 PS4 持ってないよね。持ってない。持ってない。持ってないよね。ぶっちゃけそんな PS プラス知らないと思うよ。だよね。正直。本当に。ね、PS プラス自体は本当おすすめなんで。そうですね。PS プラス自体は本当とてもいいサービスなので、はい、あの引き続き、はい、やっていきたいと思うんですけれども、一回 CM を挟みたいと思います。はい、CM お願いします。